イギリスのジョンソン首相とアメリカのトランプ大統領は5月29日電話会談を行い、中共が香港版国家安全法の導入を採択したことは香港の自治を損なうものだと述べました。また、イギリス政府はイギリス海外市民パスポート BNO を保有する香港人に対してイギリスにビザなしで滞在できる最長期間を6ヶ月から1年に延長し、 将来的にイギリス市民権を獲得するための手段を与えています。ジョンソン首相は29日、トランプ大統領と電話会談を行いました。その後、イギリス首相官邸は声明を発表し、両首脳は中国による香港国家安全法の導入は中英共同宣言に反するもので、香港の自治と一国二制度の枠組みを損なうものであると認識していると述べました。 イギリスとアメリカのほか、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、EU はいずれも、中共が香港版国家安全法を推し進めていることを批判し、懸念を示しています。また、中共が香港版国家安全法を正式に施行すると、イギリスは海外市民パスポート BNO を保有する香港人に対して、ビザなしの滞在期間を6ヶ月から12ヶ月に延長すると発表しました。 香港ではおよそ290万人がイギリス海外市民パスポートを申請することができ、現在35万人の香港人が BNO パスポートを保有しています。イギリスのドミニク・ラーブ外務大臣は、BNO パスポート保有者は12ヶ月間の就労や就学を申請することが認められ、このこと自体が将来的に市民権獲得の道を与えていると説明しました。 ジョンソン首相とトランプ大統領の電話会談では、主要7カ国 G7 首脳が顔を合わせて会合を開くことの重要性について話し合いを行ったほか、通信のセキュリティ問題についても意見を交換しました。次回の G7 首脳会議は6月末にアメリカで開催される予定です。イギリスタイムズの報道によると、 イギリスは中国の 5G 技術への依存度を下げるため民主主義10カ国による枠組み構築を提案しています。この10カ国には7つの先進国に加えてオーストラリア、韓国、インドが含まれています。NTD ジャパンがお伝えしました。